収めています。慎太郎、素晴らしかった。小宮山悟さん、赤星憲広さん、お前の復活なくしでやっぱ阪神優勝ないから。中野と藤浪並ぶとこんなに違うのか。おい、でかすぎるだろ藤浪。おい、サイズミスってるって。中野ちっちゃすぎるだろ逆に。そんなちっちゃくないだろ。おい、知らんけど。高山チャンス弱いんだな。確かにな、チャンスを与えられてるからな高山もな。この高山のチャンスいいはいろんな意味が込められてるのかもしれない。多分誰よりもチャンスを与えられたからな。深いねプロ野球スピリッツって。福岡ソフトバンクホークスさん行きましょうか。この高齢化したグラシアル、どうなるかって言ったら、高齢化すると選手評価が下がるわけよ。マルテは怪我しにくさ G だから、やっぱ長い目で見られないと。いつ怪我するかわからない、いつ大怪我するかわからない。そこで外国人枠は開くと、そこで来るのがグラシアル。これでしょう。パリーグファンから言わせてもらうとグラシアルはすごいいい選手だし、プロスピ的にも多分そこそこ成績は残す。そして成功率もややこちらに有利、全然ワンチャンある。これでいこう。なぜ高橋やると起きるのか、その理由は怪我しにくさ G だから。怪我しにくさ G が一番ダメ。マルテもそうだけど、怪我しにくさ G がもうプロスピのペナントで一番ダメ。以上、これでいきます。